今日は8月30日の水曜日です。ケイトという花の名、ケイトという名の花を描きます。全体に茎のところを描いていきましょう。ケイトの花の部分を今描いています。ケイトの葉っぱを今描いています。ケイトの花のデッサンができましたので彩色に入ります。ケイトの花の部分を今塗りました。彩色しています。ケイトのお花のところが塗れましたので、今度は葉っぱのところを塗ってみましょう。これでケイトの花の絵が仕上がりました。